遊びと名前が付けられるもの、隠れんぼとかね、でそういったものが遊びだっていうふうに思うですね。ところが遊ぶって言った時はどうですか？動詞形。遊ぶっていうと走る、かける、駆け上る、よじ登る、これは遊ぶっていう動作なんですよ。遊びとして捉えるか遊ぶとして捉えるかは、イメージするかはもう全然広さが違います。大人は、多くの大人たちは遊びを子供に教えようとする。だから型になるんです。違います、違います。遊ぶというのは自動詞です。私発です。誰が主体か、こっち本人主体だよね。これどういう世界かっていうと、私の世界なんですよ。これ子供が遊ぶことで作ってるのは自分の世界なんです。